丸々って猫は基本的に丸付きとくれば猫サークルの出番です。一時期流行った猫が入るかどうかの例のあれ、丸い輪を用意しました。無反応です。何分経っても入りはしません。しばらく待つと入りました。縁は関係ありませんが、全く気にしていない兄弟猫、喧嘩をし始めました。ふふふ、これはこれは困っちゃいましたね。正しい例、さすがおはぎちゃん、分かっていらっしゃる。丸は不思議がいっぱい。すべてのものに丸が存在し、引き寄せる未知なる影響力が我々の DNA にあるとかないとか載ってないよ。さて、そんなことは置いて、おはぎちゃんの姿を見てやってください。オーラをまとう猫、他の猫が近づけませんね。もちろん例外もあり、それは黒猫の黒蜜くん。円の中に入っていますが、出てます。入っているといえば入っていますが、これは例外ということで。